はい、こんにちは。中二英語を始めます。今日は WH ね、WH から始まる疑問文、何のことかっていう話ですか。要するにね、 What とか Who みたいにね、最初が WH から始まる疑問文についてやりますね。まあ、ほとんど1年生のね、復習と、まあ、ちょっと新しい部分もありますがね、まあ、基本的にね、WH から始まる疑問文いっぱいやってきたと思いますが、まあ、それの復習、おさらいだと思って聞いてほしいと思います。いいですか。まず、What、 何とか、ね、物に対して言うことが多いですね。 What is this? It's a pen。 これは何ですか？それはペンです、ね、基本的に WH から始まる文章の時はあまりね、Yes, No とかで答えるんじゃなくて、具体的に内容を答えることが多いですね。 It's a pen。 それはペンです、ね、で、疑問詞の後のここの順番はね、大体普通の疑問文と同じです、ね、いいですか。これがまず最初、What になります。で、次、Who。Who っていうのは誰ですね。人に対して言う言葉です。Who is this が、この少女は誰ですか。 She is Keiko。彼女は Keiko です。ね、まあ、こういうふうな受け答えをします。いいですか。ね、次、Who's。Who's は誰のですね、まあ、持ち主を聞く疑問ですね。Whose book is this? It's mine、ね、こういう答え方をします。これは誰の本ですか？私のものです、ね、こういう受け答えをします。いいですか、ね、まあ、この辺はね、本当にもう今までやってきたことの復習です。別に何ら新しいことはないです、ね、しっかり、ね、思い出してやってほしいと思います。いいですか。はい、では次いきます。はい、次は When です。 When はいつ、ね、時を聞く文でしたね。 When is Tom's birthday? It's July 7th、ね、Tom の誕生日いつですか。7月7日です、ね、こういうふうな受け答えをします。いいですか、ね、で、その次 Where、 どこに、これは場所を聞く疑問詞ですね。 Where do you live? I live in 沖縄。あなたはどこに住んでいますか。私は沖縄に住んでます。こういう使い方をするでしたね。いいですか、ね、場所の時は in 使うでしたね。で、さっきここね、日を尋ねる時は it っていうのは特別用法なので、ね、訳さないんですね。それは7月7日ですみたいな、ね、言い方はしない、ね、その辺も、ね、今までやってきたんでね、分かってると思います。いいですか。で、その次、which、 どちら。 which is your book? this one is mine。 どちらがあなたの本ですか。この本が私のものです、ね、こういう受け答えをします。いいですか。これもね、どちらですかって、まあ、物に対して聞く場合が多いですね。いいですか、ね、こういうのもありましたね。 when、 where、 which、 ね、まあ、ね、今までの復習ですね。そんな今何の新しいことはないです。いいですか。はい、次いきます。はい、これもね、一回やったんですが、改めてやります。 Who の特別な使い方ですね。誰が何々しますかっていう場合、 Who プラス一般動詞で疑問文、まあ、三人称単数として扱います。いいですか。例えば Who teaches math、ね、誰が数学を教えますか。で、答え方としては Mr. 田中 does、 田中先生ですね。三人称単数現在形の場合は does、 do が does になります。いいですか。で、真ん中 Who teaches math、まあ、これも誰が数学を教えますかと同じ文ですが、私の場合は I do ですね。 do、 いいですか。で、次、一番下 Who taught math、 taught っていうのは teach の過去形ですね。 Who taught math、誰が数学を教えましたかになりますね。それに対して答えは Mr. 田中 did、ね、do じゃなくて do の過去形である did を使います、まあ、このように文章に、ね、疑問文の時制に合わせて答えの時制も変わります。いいですか、ね、現在形ならば現在形、過去形ならば過去形に変わります。いいですか、ね、こういう風の使い方もあります。誰ですか以外に誰が何々しますかっていう使い方もあるっていうことですね。
これもね、しっかり覚えておいてほしいと思います。いいでしょうか。ね。はい、次いきます。はい、次は Why です。なぜ。これは初めてかもしれないですね。Why。なぜ、なぜ何々なんですか。日本語でもね、よくありますね。なぜ何々なんですか。ね。そういうふうに聞かれた場合、日本語でも答え方っていうのは2つあると思います。英語でも2つあります。1つ目は理由を答える。ね、なぜなんですかって聞かれて、なぜなら何々なんですっていう答え方ですね。日本語でも当然ありますね。その場合、英語では because っていう単語を使います。ね、because。これがなぜならっていう意味に当たる言葉です。で理由を答える。because なんやかんや。例えば、why do you like math? あなたはなぜ数学が好きなのですかって聞かれたら、なぜならとても面白いからです。ね、理由ですね。理由を答えています。その場合は、because it's very interesting。ここにね、最初に because。because it's very interesting。っていうふうに答えます。ね、これで why に対する答えになります。ね、理由。あなたはなぜ数学が好きなのですか。なぜならとても面白いからです。ね、いいですか。こういうやりとりがまず一つ目。で、二つ目のやりとり、目的を答える。ね、これも to プラス動詞の原型ってあるんですが、まあ、何々のため、ね。なぜならっていうのと、何々のためですっていうのとね、まあ、理由、まあ、なぜって聞かれたらこういう2つの答え方があるんですね。いいですか。目的を答える場合は to プラス動詞の原型で答えます、ね、これはまあ不定詞って言うんですが、これはねもうちょっと後でやります、ね、勉強しますですか。何々のためっていう意味になります。なので例えば Why did you go there? あなたはなぜそこに行ったのですか、ね、あなたはなぜそこに行ったのですかって聞かれたらTo see Bob. Bob に会うためです。何々するために行きました。でね、そういうふうに目的を答える場合もあります。いいですか？ね、まあ、こちらの文章についてはね、また後でね、不定詞っていうところでしっかりやっていくので、今はね、まあ、こういう答え方もあるんだっていうのをね、分かっておいてくれたらいいと思います。なので、why、なぜって聞かれたら、理由を答える場合と目的を答える場合、ね、2つあるということをしっかり覚えておいてください。いいですか、ね、まあね、日本語でも、理由で、ね、なぜって聞かれたら、理由と目的、どっちかを答えるっていうふうに、ね、なってるので、そんなにね、こう英語独特の表現ではないので、まあ、感覚的に分かると思います。いいですか、ね、これが、まあ、why の文です、ね。いいでしょうか。ね、WH から始まる文すごくたくさんありましたね。実はもうちょっとあります、ね、まあ、でも、まあね、中2の今の段階ではまあこの程度でいいかなっていう感じですけどね。もっとね実際にはあるのでしっかりね興味がある人はしっかりもっと学んでほしいと思います。いいでしょうか。では次いきます。はい、次はね英作文の問題です。今日はね、和訳の問題はないです。いいですか。英作を中心にやっていきます。英作文の問題です。まずはどちらを選ぶかなっていう問題ですが、ね、日本語の問題文を見て、しっかり適切の方を選んでください。いいですか。ではね、映像を止めて始めてください。始め。はい、おいでください。どうですかね。できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず1番、あなたはなぜそんなに幸せなのですか、ね、なぜって聞かれているので、これはね、what か why かどっちか、ね、なぜって聞かれたら、これは why です。what は何でしたね。なぜは why です。why are you so happy? になります。ね、で2番、それに対する答え、なぜなら誕生日プレゼントをもらったからです。なぜなら、why の返し方は because でしたね。it ではないです。because です。いいですか？ why の場合、返し方は because か、あと
ね、不定詞っていう to から始まる文章ですね。どちらかになりますですか。Because I got a birthday present、ね、これでなぜなら誕生日プレゼントもらったからですっていう理由になりますですか。Why で聞かれたら理由または目的を答えるいいですか、ね、次3番誰がこのテーブルを作りましたか、ね、誰がって言ってるのでWho'sは誰がではないですね。するとこれはどちらかというと Who です。Who made this table、ね、Who made this table、 これは Who のね特別な使い方の方ですね。 Who made this table、 それに対する答えは私の父です。作りましたかって聞いてるので made 過去形になってますね。なので答えとしても時制を合わせなければならないので My father did になります。いいですか、ね、made って一般動詞なのでね Who made this table My father did になります。いいですか、ね、この Who の、ね、特別な使い方もねしっかり覚えておいてください。いいですか、ね、どうですかね、できましたかね。間違った人はねしっかり復習するようにしてください。いいでしょうか。では次いきます。はい、次は穴埋めの問題です、ね、穴埋めも、ね、各1語入ります、ね、特にねこの WH から始まる疑問文はねこういう穴埋め多いです。一番ね要するに何の疑問詞が入るかということですね。こういう問題すごく多いです。なので日本語のね文章をしっかり問題文を見てね WH から始まる疑問詞いっぱいあるんでねその中から適切なのを選ぶっていうふうになります。いいですか、ね、では、ね、映像を止めて自分の力で解いてみてください。はじめ、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。と一緒にやっていきたいと思います。まず5番、あなたは朝食に何を食べますか、ね、何をって言ってるんだからこの疑問詞は何かなっていうのはねすぐ分かるようになってほしいと思います。答えは What です。 What do you have for breakfast、ね、何を食べますかって What、 何ですね。 What になります。いいですか。次6番、あの少女は誰ですか、誰ですかってね人を尋ねてます。誰ですか、これは Who になります。 Who is that が、ね、Who になります。誰って聞かれたら Who ですね。いいですか。その次7番、あなたはどこの出身ですか。どこって場所を聞いてますね。どこの出身ですかって聞かれたらこれは Where です。 Where are you from、ね、英会話でよく出てきます。Where are you from?、ね、Where になります。どこっていう場所を聞かれたら Where です。ですか、ね、次、8番。これは誰のテーブルですか?誰のって聞かれてますね。誰じゃなくて誰のものですかっていう誰のっていう、ね、ふうに聞かれてます。すると、これは Whose ですね。Whose table is this?ね、フーズになります。誰と誰のは、ね、しっかり誰のものっていうのと誰は違うので、ね、しっかりフーズテーブルイズディス、ね、フーズになるっていうのをしっかり押さえておいてください。いいですか、ね、どうですかね、できましたかね。先ほども言いましたがこういうね穴埋めの問題 WH の疑問文よく出てきます、ね、しっかりね、完璧に正解できるようにね何回も復習してほしいと思います。いいですか、はい、では次いきます。はい、次は並び替えの問題です、ね、並び替えの問題もよく出てきます。いいですか。で最初ここのページの並び替えは全ての語句を使います。いいですか。余ることもないですし足りない語句を補うっていうこともないです。いいですか。すべての語句を使って並び替えをします。いいですか。2題あります、ね、日本語の問題文を見て
ね、しっかり英語の文法に沿って並び替えをしてください。いいですか。では映像を止めて始めてください。いじめ、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。と一緒にやっていきたいと思います。で、1番、どちらが理科の車ですか、ね、どちらがって言ってるので、ね、これはウィッチを使うんですね。その後はどういう順番かって言ったら疑問文の順番そのままです。いいですか。するとどうなるかというと Which is 理科つか、ね、B 動詞が来て主語が来てかですね、理科つかになります。いいですかね、Which is 理科図か、ね、いいでしょうか。その次2番、あの背の高い男性は誰ですか、誰って聞かれてね、この風から始まりますね。その後は疑問文、普通の疑問文の順番と一緒です。するとどうなるかというと Who is that tall man、ね、Who is that tall man、ね、あの背の高い男性は誰ですかといったらこういう風になります。いいですかね、どうですかね、できましたかね。まあね、全部使って並び替えっていう問題はね、まあ、並び替えの中でも一番簡単な部類に入りますね。いいですか。なのでね、しっかり英語のね、文法の順番さえ分かっていれば単語とかはね、全部出てきているので解きやすい問題だと思います。いいですか。なのでしっかりね、押さえるようにしてください。間違った人はね、しっかり復習してください。いいですか。じゃあ次いきます。はい、次も2題あります。ここのページの問題も、ね、足りない単語があるわけでもないし余る単語があるわけでもありません。全てを使って並び替えてください。いいですか。問題文をしっかり読んでね、適切に並び替えるようにしてください。では映像を止めて始めてください。始め、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。と一緒にやっていきたいと思います。次3番、毎朝誰が朝食を作るのですか。これは誰がって言ってるので Who ですね。で、まあ、誰が何々するのですかって言っているので、これは Who の特別な使い方の疑問文になります。すると Who makes breakfast every morning、ね、Who っていうのは特別な使い方をすると3人称単数で扱うので make じゃなくて makes になります。 Who makes breakfast every morning、ね、こういう風の特別な使い方になります。いいですか。その次4番、ケンはどこに住んでいますか、ね、これはどこにって言っているので、これは where ですね。 where の文は別にね、普通の疑問文と同じ順番にします。すると where does Ken live、 Ken っていうのも3人称単数なので do じゃなくて does になります。 where does Ken live、ね、こうなります。いいですか。どうですかね、できましたかね。間違った人はね、しっかり復習してくださいね。特にね、この風の特別な使い方の方はね、まあ、なかなか最初はね、難しいかもしれないので、しっかりね、文章を組み立てられるようにしてほしいと思います。いいでしょうか。はい、次いきますはい、次も2台あります。ただしここにね、不要な語句が1語あるって書いてありますね。なのでこれは例えばこの場合は 1,2,3,4,5 個単語がありますが、実際は4つを使って並び替えるということになります。下の場合は 1,2,3,4,5,6 個単語がありますが、実際は5個を使って並び替えるということになります。いいですか、ね、こういう問題もよくありますね。で、問題文をよく読まないとね、1個余りますよって言ってるのに全部使って書いたりとかね、そういう人もよくいます。なので問題文をしっかり読むっていうのも大事です。いいですか、ね、そういうことも気をつけながらこの問題もやってみてください。では映像を止めて始めてください。始め、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず5番、これらは誰の本ですか、誰の本、誰のものですかって言ってるので、これは
ここに出てくる中で Who と Whose が出てますが、どっちを使うかっていうと Whose になります。すると、ね、おのずとこの Who っていうのがいらない、ね、これがいらないんだなっていうのがわかります。ね、これがいらないっていうふうになります。するとどういうふうに組み立てていったらいいかっていうと、あとはね、普通の疑問文と一緒です。すると Whose books are these? ね、Whose books are these? これでこれらは誰の本ですかっていう意味になります。いいでしょうか。ね、Who がいらないです、ね、こういうふうになります。こういうふうにね、自分でね、バツとかつけるとね、間違って選んだりとかしないのでね、まあ、こういうふうな、まあ、ちょっと解き方のコツみたいなのも自分なりにね、こう編み出していくといいと思います。次6番、今日は何月何日ですか、何月何日ですかっていうのは、これ定番の聞き方があります、ね、まあ、日時のことなので when を使いたいかもしれませんが、そうではないんですね。今日は何月何日ですかっていうのは what を使った定番の表現があります。なので、これは when が使わない、ね、ことになります。すると、ね、what を使ってどういうふうに組み立てていくかというと、what is the date today ですね。what's the date today? ね、これはもう定番の表現です。今日は何月何日ですか ?what is the date today? ね、こういうふうになります。いいですか?これね、やりましたね。しっかり覚えてますか?ね、だからこれね、気をつけてくださいね。何月何日って聞かれると、なんか when を使いたくなるかもしれないですが、そうするとね、間違ってしまうので気をつけてください。ですか?どうですかね?できましたかね?ね、間違った人はね、しっかり復習してくださいね。いいですか?じゃあ次、いきます。はい。次も2台あります。で、次も不要な語句が1語。ずつあります。こっちも一ついらない、こっちも一ついらない。っていうふうになります。いいですか?ね。なのでね、問題文をしっかり見て、ね、いらない語句をしっかり選んで、ね、選んで、それを使わずにしっかり書けるようにしてください。では、映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。と一緒にやっていきたいと思います。7番、理科はテレビで何を見ますか。何を見る、何って言ってるので、これは What です、ね、じゃあ疑問詞はもう What しかないですね。じゃああと何がいらないのかっていうと、理科っていうのは三人称単数ですね。 She、 彼女に当たる言葉です。なので疑問文を作るときはdo か does かどちらかだったっていうと、三人称単数なので does になります。するとここの do はいらないということになります。いいですか。なのでこの 1,2,3,4,5,6 つで文章を作っていきます。 what から始めて、あとは疑問文の順番ですね。するとどうなるかというと、 what does Rika watch on TV? ね、does、 理科、主語と does ですね。で、watch が見る。で、on TV、ね、watch on TV で見る、テレビを見るですね。ふうになります。いいですか?ね。で、最後8番。あなたはなぜ遅れたのですか?これは、なぜって言ってますね。なぜって言ってるので、why を使います。why を使うってことは、おのずとこの what はいらないということになります。いいですか?じゃあこの4つでどういうふうに作ればいいかっていうと、ね、疑問詞の場合の後は普通の疑問文と同じです。するとどうなるかというと、 Why were you late?、ね、なぜあなたは遅れたのですか。 Why were you late? こういうふうになります。いいですか、ね、どうですかね、できましたかね。並び替えの問題ね、本当によく出てくるのでね、しっかり並び替えできるようにしてください、ね、全くヒントなしの、ね、英作文よりは若干ね、解きやすいと思うので、しっかりやってほしいと思います。いいですか。間違った人はね、しっかり復習してください、ね、では今日はね、 WH から始まる疑問文についてやりました、まあ、1年生のおさらいの部分が多かったですけども、ね、
中2の今、改めてね、しっかり基礎固めをしてほしいと思います。では、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。